第二次日韓協約は、日露戦争終結後の1905年11月17日に、大日本帝国と大韓帝国が締結した協約、日韓保護条約とも言う。これにより、大韓帝国の外交権は、ほぼ大日本帝国に接収されることとなり、事実上保護国となった。日韓保護条約、韓国保護条約とも言い、お積み年に締結したという意味で、 ノの富条約、ノの富五条約、ノの富保護条約とも、締結当時の正式名称は、日韓交渉条約であった。韓国は、韓日交渉条約として公表される。韓国側は現在、ノの富条約、ノの富五条約、ノの富協約、ノの富六役等と呼称している。第日本帝国側代表は、特命全権公資林ゴンスケ。 大韓帝国側代表は外部大臣、牧清順。1965年、本条約は日韓の国交を正常化する日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約の第2条で、もはや無効であることが確認された。大日本帝国は日露戦争中である1904年の第一次日韓協約締結により大韓帝国の財政。 外交に対し関与する立場となっていたが、その間、カツラ・タフト協定が締結された。日露戦争に勝利し、その講和条約であるポーツマス条約により、大韓帝国に対する優越権をロシアから承認され、また構想が他の国に第一次日韓協約への不満を表す、密集を送っていたことが問題となったこともあり、 大日本帝国からの信頼をなくしていた大韓帝国に対し、より信頼できる行動を取ることを求めるため、この協約を結ぶこととなった。協約締結後の1907年に、協約の無効を主張する構想の新書を携えた密使が、万国平和会議に派遣されたが、国際的には有効な協約であったため、拒絶された。この密使の派遣が問題となり、構想は、 李官用らに責任を問われ、順守に上位することとなり、第三次日韓協約の調印へと進むこととなった。同年11月23日、日本国内では、同条約の告示とともに、条約に順じて韓国党官府及び理事長を設置する旨の直令第240号が交付された。韓国では、締結後の1905年11月末に、中韓英国公使館、 12月に、米国公使館などの各公使館が韓国を撤退し、新国の総広支線やロシア帝国公使なども本国へ呼び戻された。初代韓国総監に伊藤博文、初代総務長官に鶴原貞吉が任命され、翌年の1906年に李氏朝鮮の構想に配謁、後に宮帝顧問館と韓国総館副官制などを協議した。 韓国統官府において伊藤は教育の設備改善をはじめ所持の事柄を上層し、所持のための資金1000万円を日本工業銀行から韓国へ融資させ改善に取り組んだ。本協約は1965年に結ばれた日韓基本条約第2条により他の条約とともにもはや無効であることが確認されたが、この解釈においても日本と韓国では 割れている。日本では1965年の条約締結以降に無効になったと考えている。一方、韓国政府は日韓併合条約が当初から無効であったという立場をとっている。李寛陽らが上訴した五大臣上訴文では締結交渉自体を拒否しようとした強硬派大臣たちに対し、構想を自らこれを今しめ交渉妥協を導いた様子が報告されている。 また、構想は少しでも大韓帝国に有利になるように、協約分の修正を行うこととし、リラの修正提案を積極的に評価している。大日本帝国側も大韓帝国側からなされた4、箇所の修正要求をすべて受け入れ協約の修正を行った。それに対して、朝鮮大学の歴史地理学部長である、安成議員は、古大臣上祖文自体が、 李官陽ら協約賛成派によって記され、協約に賛成することで場合国奴と求断された、日野富五族自身の皇帝に対する弁明を記した上訴文に過ぎないことなどを指摘している。1906年1月5日に提出された、後日野江助登場訴文は、後大臣上訴文を批判して、後大臣が責任を皇帝に被せようとした、諸事実を指摘しており、皇帝は、この、 ご日の営女登場祖文に人を与え、何時の言葉は、詳しく明らかであり、条理があると肯定的に評価している。また、1905年11月25日に、木の富子族の一人である等の県住県が提出した、県住県上祖文には、木の富子条約が定められた、条約手続きを踏んでいないことや、 皇帝の採下を経ずに調印されたことなど、後に提出された古大尋常素分とは全く正反対の内容が記されている。安成議員はこれらの事実をもって古大尋常素分の資料としての信頼性に疑問を呈している。第二次日韓協約の無効を訴える構想のイギリス宛の新書1905年11月18日に6役が締結されると皇帝はこれが 無効であることを直ちに明らかにするために、芝生経由で11月26日に緊急伝文をイギリスのハーバートヘンリー・アスキスに送った。その内容は、チンは、重権の威嚇と強要のもとに、最近間日両国間で締結した、いわゆる保護条約が無効であることを宣言する。チンはこれに同意したこともなければ、今後も決して同意しないであろう。この旨を、 米国政府に伝達されたし、というものであった。第二次日韓協約の無効を訴えるイギリスずつ、新書後、構想は第二次日韓協約締結の不当性を国際社会に訴えようと努力したが、当時の国際情勢によって皇帝の密書などは指示を得られなかった。構想の第二次日韓協約無効を主張する、書簡には1906年1月29日に、 作成された国書1906年6月22日にハルバート特別委員に渡した新書1906年6月22日にフランス大統領アルマン・ファリエールに送った新書1907年4月20日ハーグミッシリ賞への皇帝の委任状などがある。当時の国際法においては国会の武力による条約の強制があっても有効であるが 国家代表者に対する脅迫があった条約は無効原因となるとされている。第二次日韓協約の締結と同一年に刊行された英国の国際法の教科書であるオッペンハイムには申請の同意がない場合には条約は拘束力を欠くので定約国には絶対的な行動の自由がなければならない。しかし、行動の自由という表現は 定約国の代表者に対してのみ適用される。当事国の代表者に対する脅迫に基づき、締結された条約は、この者の,の代表する国家を拘束するものではないとの説明が見られる。同時代の代表的国際法学者であったホールの、他に、ブルンチュリア・フィオレ、クラチ・テツ吉や高橋・作栄といった学者も、同様の見解を示していた。このように、 国の代表者に対して個人的に加えられた強制や脅迫の結果として結ばれた条約が無効となるということは第二次日韓協約締結当時の国際監修法として成立していたものと思われる。今日における無効論の大多数は以下の2点を主張し、その根拠としている。韓国の学者やフランス国際法学者、フランシス例は第二次日韓協約締結時に 国家代表たる構想に脅迫が使われたことと日本の韓国に対する保障義務を挙げて1905年条約が無効と主張している。また、1935年にハーバード大学法学部が米国の国際法学会から委託を受け条約法制定に関してまとめたハーバード総案では条約強制に関する部分でフランシス例の理論をそのまま採択し、 第二次日韓協約を相手国代表を強制した効力を発生し得ない条約の事例として挙げた。さらに1963年に国連 ILC 報告書の中で、ウォルドック特別報告官は第二次日韓協約を国家代表個人の強制による絶対的無効の事例としていた。ここでいう代表者個人への強制の事例としては強硬な反対派であった。 賛成大臣の半径ソールの別室への監禁と脅迫、憲兵隊を外部大臣官邸に派遣し、官員を強引に奪い取り決め書に横夏したことなどがあったとされており、その様子がロンドンデイリーメール氏の記者、マッケンジーの著書、朝鮮の悲劇や11月23日付のチャイナガジェットに記載されている。 一方、雲野福祉は協約調印の当日に、韓国中殺軍が、王宮前広場で演習などを行ったりはしていたが、この日は、李官洋学部大臣の邸宅が焼き討ちされる等の状況にあり、過剰警備であったとしても、それが国家代表者への脅迫とは言えず、また、無効論者が強制の根拠としている、ガ末外交秘話は、その著者自身が噂をまとめたものと記しているように、 資料的価値がないとし、さらに条約に署名、調印するものは国際法では皇帝でなくとも特命全権大使や外務大臣でも良いため、韓国側の外部大臣と日本側の中間講師が署名調印した同条約は国際法的に問題はないとしている。また、運度は1966年の国連国際法委員会で採択された条約法、 国の代表者に対して強制があった条約は無効と、する方に同条約への言及がないことを指摘し、国会の強制性は認められるが、国際法的に無効原因となる国家、代表者個人に対する脅迫の事実を資料的に確認することはできないとしている。また、上述のように、原田玉木からは、古大臣上訴文などの資料調査から、皇帝の構想は、 日本の協約案を修正して調印する方向に、韓国の大臣たちを動かしていたとし、脅迫をされたという皇帝自ら協約締結のリーダーシップをとっていたとの指摘がなされている。2001年、この問題を検討するために、韓国側の強い働きかけにより開催された国際学術会議、韓国併合再検討国際会議では、日韓及び欧米の学者が参集し問題を、 検討している。韓国の学者は一致して、不法論を述べ、また、日本から参加の笹川希章も、持論の違法論を述べるなどしたが、ダービー大学のキャティ教授が、帝国主義前世の当時において、国際法が存在していたかどうかさえ疑わしいとし、ケンブリッジ大学のクロフォード教授は、強制されたから不法という議論は、第一次世界大戦以降のもので当時としては、 問題になるものではない。国際法は文明国間にのみ適用され、非文明国には適用されないとし、英米などの列強の承認があった以上、当時の国際法観光からするならば、無効ということはできないとしている。ありがとうございます。